小林秀夫、考えるヒント2。考えるとは合理的に考えることだ。どうしてそんな馬鹿げたことが言いたいかというと、現代の合理主義的風潮に乗じてものを考える人々の考え方を観察していると、どうやら能力的に考えることが合理的に考えることだと思い違いしているように思われるからだ。 当人は考えているつもりだが実は考える手間を省いているそんな光景が至るところに見えるものを考えるとは物を掴んだら話さぬということだ画家がモデルを掴んだら特身の行くまで話さぬというのと同じことだだから考えれば考えるほどわからなくなるというのも ものを合理的に極めようとする人には、極めて正常なことである。だがこれは、能率的に考えている人には異常なことだろう。